ば奴が先です。なら、どちらが先に孫悟空を倒すか。他们都要跟悟空单挑。哇，いいでしょう。ですが、その勝負勝つのは私です。私ですね。啊，这样好想输哦，输给悟空啊，另一个就算了，我们可以打倒克林，然后输给悟空，有没有？这样会有隐藏剧情吗？好啦，我们还是得获胜，反正就算我们获胜，应该也是算输，因为按照他那个剧情，要休息早点休息哦，我们打完这也是休息了。It's all nothing， 进来转蛋，不要小看我们金牛。不要小看我们吉鸟特战队！喂，喂，吉鸟，吉鸟特战队！在召唤的时候，好像有时候，但好像有限制人数，限制两个吧。啊！转蛋，等一下，不出手。悠悠，悠悠。哎，悟空，你要不行啊！哎，对，悟空，等一下，悟空，等一下。哎，不会的。换人，差点要输了。交换身体吧，少年。没有啊，原创故事的时候不能用那招。我换魔力三，一直不给换。哇塞！变身！镀金！哇塞，镀金就被打一拳。直接打爆你，悟空，对不起啦！我要再看一下哦，没气的时候按叉啊。哎，没中，可恶！他躲过了。不是个仙豆也这么嚣张？哎，擦！完了，完了！啊、只是因为在浪呛的时候就被打的。他那个……等一下！不过是个克林。也这么嚣张，没中，这局黑了吧？哎，又没中！哇塞，克林，你这个光头男，你这个光头也有办法干掉我的魔力杀？算了，这也是好事啊。不过是个魔力杀，对不对？光天枪要留到下次了。很难使用出来，在那个浪呛的时候，很容易就直接被人家啪打到了。笨蛋，十七号和我是双胞胎，获得了奖杯。哈，哦，悟空与佛利萨意外的同战。哎呦哎呦，哎，是我们获胜的剧情。那哪里？さあ、忌まいましいあの連中にとどめを刺すのです。居然不一样剧情，那这邪下，嘿，居然就这样走了。哎，那时候是这样的剧情啊，其实我有点忘了。停住了。时间暂停，灯，フリーザ，这感觉好像体内的，哎，我们不出手。どうなってんだ？どうなってんだ？听着。
感觉好笑、哦。回家生气气了。あなた、一体どういうつもりですか？不是，不是，佛利扎那个重开金剑在哪里？就在头上那么直直的，好不好？敲下去就可以了。原本只有塞尔不一样啊。哪一个好？现在不是做这样的事哦，嘴炮他一下。现在是，我控制你的身体，你要打你自己去打、啊。西鲁可以打、啊，西鲁可以自由控制啊，为什么不是西鲁去打？今だけはあなたに任せましょう。すべてが解決してから、やつらを始末すればいいだけのこと。神奇奇气噗噗。リンクが解除できるようになるまで、死に物狂いで働きなさい。妥协了，但是气噗噗。那重点是西鲁可以去打、啊。佛利沙当机，然后其他人看戏。还在当机中。やっぱりおかしい。フリーザのやつ、ピクリとも動かない。赶快吃先到。フリーザ、もう閉めた。この目みてに金ぴかに何年か。フリーザ様、どうされたのですか。重開之剑。やつらにとどめよ。快点。残念だったな。对啊。フリーザ、私の一撃を。太虚了。黙って見ているよ。ふざけるな。こいつらはフリーザ様の獲物だ。やつは私が倒す。哦，我一击还没解除。フリーザ様、ご無事でしたか。無事も何も、少し中で話をしていただけです。それより私の隙をついて出し抜こうとはいい度胸です。いい感じです。簡単に主導権を奪われる貴様が悪い。なんですって？气呼呼，气呼呼。你看悟空的个性就是，面对这样的敌人都还是可以聊个天。个性纯真。貴様という男は。もういいです。なんだか馬鹿らしくなってしまいました。好好说，悟空都没问题的。果然真的要沟通了吗？こいつらにですか。しかし。本当によろしいのでしょうか。構いませんよ。リンクのことに薄々気づいているようです。双方要合作了吗？真的是。彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。哟，在一般的七龙珠是无法遇到这样剧情啊。对，正邪一起合作。噔噔噔噔噔。つまりどういうことだ？どういうことだ？丁寧に説明したのに分からねえってのか。ここまで話が通じない。これだから戦闘バカのサイヤ人は。つまり沟通完也没有办法。全部レッドリボン軍と21号のせいってこと。ああ。なぜかフリーザの中には別の人の精神が入り込んでいる。ミソカスでも通訳の役には必要です。克林听得懂。そりゃどうも。お前の役に立っても嬉しくないけどな。さっきはフリーザの中にもう一人いて、そいつが攻撃すんのをやめたっちゅうことか。そういうこと。本当良識あるやつがリンクしてくれて助かったよ。好说好说。リーザと同じような極悪人だったらどうなっていたことか。そっか。中にいるやつのおかげで。悟空还会说谢谢。リーザの悪さができねんか。だったらよ。ほらたちみんなでその一号中のやっつけちまえばいいじゃねえか。个性纯真。悟空、お前何を急に。いくら中にいいやつがいたって。こいつら人間の悪人なんだぞ。
表情整个都傻眼。こちらも同じ。チブブ。あなたたちには私も地獄へ落とされた金があります。フリーザは知らんが。私には邪魔する者はいない、每个人都是天上地下唯我独尊。ここで人思いに息の根を止めても構わん。おめらそのリンクっちゅうやつしてねえと動くこともできねえんだろ。中のやつ追い出しても自由に動ける方法があるって言ったらどうする。何、哎呦悟空ちゃん说这种话。つまりリンクを解除して自由に動ける方法。ああ、オラたちもそのおかげでリンクっちゅうやつなしで。所以在这一个，我们就把它想成不同的平行世界好了。在这一个世界，悟空是不用靠连接战斗的。可是他却输了，代表他没办法发挥他的真本领。虽然不用连接，但是实力没有办法百分百发挥。那休息，早点休息哦。我先看一下剧情。それはもう。俺だってこんなやつさっさと追い出してんだよ。だろ？だから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なのか？さあな。でもきっとなんとかなるって。悟空、就是这么的存在。いいでしょう。交渉成立です。反応から察するに、その話に嘘はないようですから。よし。そうと決まれば、早速ブルマンとこに。哇，被打到了！要追击了，追击了！そんなことよ、リンクを解除する方法を今すぐに教えなさい。だから中和装置も操作できるやつもあの飛行機の中なんだよ。哦，所以一样是那个综合装置。助けられなかった。可是那时候就算有综合装置，还是没有办法，也只有在那个区域可以发挥力量啊。なんでと？应该说那时候力量也没有很好使出来。别妨碍我们，直接嘴炮一下。どうやらそのブルマとかいう女を放っておくわけにはいかないようですね。そうだな。女はどうでもいい。他们都想要夺回机器啊。仕方がありません。我々も行くとしましょう。哎呦，这还真的很难得哦，大家一起拯救部嘛。除了赛亚人，没有，连这个佛罗里达军还有希鲁，通通来拯救你，我感觉就超酷的。哇塞！这个剧情我觉得有点酷哦，冲击性的发展，意外的共同作战，真的共同作战啦！是你，悟空，克林，哇！我们可不可以把转蛋拿下来了？我好不想要转蛋。我们之后这样子，这三个人一个队伍，真的是，哇，我觉得这有值得，这有值得，好不好？能够看到他们三个人一个队伍，很难想象得到啊。这个我觉得还蛮酷的，酷啊！这剧情有厉害，有厉害。虽然以这个七龙珠的世界来说，如果他们被这样控制，悟空也一定可以接受的，因为悟空就是这样的个性。还蛮酷的，还蛮酷的。好啦，我们这一次就先玩到这里，下一次好不好？大家可以敬请期待接下来的剧情，完全悟不透。对，这跟超战士篇剧情会不太一样。对，就把它想成不同的平行世界。那这样子感觉超酷的，我们就好好的期待啦！感谢大家今天的收看，我们下个礼拜三同一时间再准时的来挑战《敌战士篇》，希望大家还会喜欢啦！那么呢，大家晚安喽，拜拜。